おはようございます。4月27日水曜日です。 X バーでミスター X 仙人さんから走る有酸素運動は体に悪いと言われたので、あくまでも心の修行、意志を鍛えるための訓練として時間を減らして週に 2,3 回こうやって走るトレーニングを続けています。僕のように絶対に雨の日傘をさして危ないから走るのだけはやめてください。はい、4月27日水曜日です。ミスター X 仙人さんに教えてもらった体から電磁波を解毒する3、グラウンディングですね。裸足で大地に立つ。はい、実践します。このグラウンディングをやるとですね、体から電磁波がこう流れていってですね、情緒が安定している感じを受けます。まあ僕の場合は、イライラ感が少なくなって、食べ過ぎは防げてるんじゃないかなって思います。